はい、どうも、ご利用され、今回は、ラストオブス、プレイシート、思います。ソニック。このゲームはですね、僕は PS4 でやったことあるゲームですね。あ、最初は PS3 かな ?PS3 でやったことあるゲームです。ラストオブアス。まあ、内容はちょっとバイオに似てるね。なんかゾンビの世界で戦っていくみたいな。で、これはリメイクですね。じゃあ、やっていきまーす。で、今ちょっとね、バイオ終わって新しいゲーム探してるんで、ちょっとなんか皆さんおすすめあったら教えてください、コメントで。じゃあ、新しいゲーム。で、難易度は、どうしようかな。なんかな、アイテムが少ないよな、こういう難易度を上げていくと。まあもちろんグランドで行くか。最も過酷で現実に近い難易度。で、聞き耳って言って、これね、敵の位置が分かる能力があるんやけど、それがないそうです。じゃあ、いきます。そういう初回プレイ時には推奨しない難易度。え、各種 HUD って、弾が残り何発か分からんってこと？そういうこと？特典の敵を、あ、それ、先行予約してたから特典があります。もちろんオンでしょう。工作の速度、治療の速度、武器強化。オッケーオッケー。オンやね、これは。命中マーカー。あ、これデフォルトでいいかな。チュートリアルオフ。えい。チュートリアルは一応最小で出しとこう。死亡時のデータ消去？え？そんななしやろ。タイムアタックもオフ。じゃ、弾数増やせんのか。いきます。来た。名作。時計？あ、これサラやったかな？トビー、頼む。聞いてくれ、あいつは上司だぞ。ジョエル、今クビになったら困るんだよ。分かってる。明日の朝話そう。あら、かわいい。明日の朝だ。じゃあな。はい。仕事どうだった？めっちゃリアルなってる。なんでまだ。グラフィッククソ上がってる。しまった、何時？とっくに寝る時間だろ。まだ今日でしょ。ああ疲れてるんだ。口答えはやめてくれ。はい。あ、ごめんなさい。なんだ？誕生日でしょ。タンプレ？時計が壊れたって言ってたよね。だから、これな、考えたんだ。パート2でもこれあったね。時計。娘からもらった時計。さらこれすごくいいけど動いてないぞ。ほら、え、嘘嘘嘘、もうバーカ。お金はどうしたんだ？ドラッグ売りさばいて儲けたの。ドラッグ。じゃあローンも手伝ってもらおう。はいはい。かわいい。あったよな、時計。ちなみにアンチャーテッドと作ってる会社は同じです。おやすみ、愛してるよ、サラー。めっちゃタンからまた。もしもし、サラ、頼む、パパをすぐ呼んできてくれ。トミーおじさん、今何時？早くパパと代わってくれ、何か。トミーおじさん、もしもし。初見です。名作ですよね。名作やね、これは。なんかちょっと画面、う、感度だけだったの。あ、いい感じやった。あ、しまった。
あげるの忘れてた。あ、これもなんかあげるよって言った。おめでとう、コングラチュレーションズ。お土産、おめでとうってことやね。化石にはならないでね。お誕生日おめでとう。パパはいつも家にいないし、私の好きな音楽や映画だってまるで気に入らない。それでも最高のパパでいられるのって不思議。パパお誕生日おめでとう。サラより。難易度のグラウンドって何ですか？最高難易度やね。あれ？家の間取りちょっと変わってる？そんなことないか。あ、トミーの電話ね。通じない。あ、ヨギボーみたいなのある。よし、じゃあ行きますか。マジ俺これゲームの中で割と好きな部類に入るな。好きな部類ってか。パパ？パパ。新聞。謎の感染により患者数が3倍に。ねえ、こうやってゾンビが出てきたと。サクッと行こう。一回プレイしてるし。パパ。マルチやってほしい。いや、マルチモードな、多分 PC 版にはないんよ。リメイク版には多分あったかな。ここなの？広がっている病原菌の感染に関係しているようです。どこにいるのよ。最新の報告によりますと、感染した患者は攻撃性が極端に増すという症状を。全員退避しろ。ガス漏れだ。急げ。ただいま後ろで何か動きがあって。早く逃げるんだ。何をやってる。あそこやね、爆発した場所。ワンコが吠えてる。パパ、パパ。何が起きてるの。2はな、もうだいぶゾンビ化した世界で話が始まるんやけど、1はね、こうやってちゃんと感染から始まるというね。パパ、ちゃんとっていうか。これが物語の原点です。着信が8回。トミー、一体どこにいるんだ。電話をくれ、すぐに行く。トミーおじさん、トミーはジョエルの弟やったかな。今夜は仕事で遅くなるからご飯をデリバリーで頼んで。どこにいるの。リックフォロー、ナイス。びっくりした今。あー、びっくりした今。このソファーが人影に見えて。え、ワンコの。ワンコの悲鳴が聞こえた。あ、パパ。サラ、大丈夫か。うん。誰かここに来たか。うん、誰も来てないよ。ドアの近くに行くな。おい、下がってるんだ。パパ、怖がらせないでよ。どうしたの。ジミンの一家、様子がおかしい。病気みたいだ。病気って。くそ、ジミン。パパ。さ、サラ、来い。警告だぞ。やめろ。こっちだ。マジラスアスのゾンビ怖いねんな、早いから。え、撃ったの。サラ。今朝会ったのに。聞いてくれ。何か良くないことが起きてる。脱出しないといけない。言ってることがわかるか。うん。トミー、さあ行こう。分かった。急げ。どこにいたんだ。何が起きてるかわかるか。ちょっと待ってな。なんだおい、血だらけじゃないか。俺のじゃない。失敗しよう。これってランクル、もしかして。町の奴らの半分が理性を失ったそうだ。そこ出してくれ。寄生虫か何からしい。何があったんだ。後でな。おい、サラ、
大丈夫かい？あ、ちょっと待って、ちょっとだけ待って。大丈夫？え、ラジオ聞いてもいい？ああ、もちろん。ありがとう。うわー、懐かしい。ラジオもダメ、ひどい状況だ。さっきニュースが流れてた。なんて言ってた？兵士たちがハイウェイを封鎖しているそうだ。トラビス軍には入れない。ここを脱出しないと。71号、そうだな。何人死んでるの？たくさんだよ。家の中でズタズタにされてた人だって。トミー、ああ悪い。うわ、襲われとんちゃん。全く事故った。単なる噂だ。だが市街地だけじゃない。最初は南部ってことだった。それが東海岸と西海岸。あら、おい、あれは友達んち？ルイスだ。ルイス、あ、助かったんだ。奴は大丈夫さ。私たちも病気。足つきれい。いや、病気じゃない。本当に？町の方で発生したらしい。本当だ。ジミーも町にいたの？ああ、そうだ。俺たちは大丈夫だ。あ、ジミーはさっき撃たれたゾンビやね。おい、人がいる。何をするつもりだ？無視しろ。子供もいるぞ。こっちもだ。でも乗れるよ。走るんだ、トミー。止まって。お前は知らないんだ。止まって。助けは来る。人消えた。人消えた。見せられたのに。ああ、最悪だな。みんな同じことを考えてやがる。少し戻ってから。おい、なんだお前、行けよ。もうだりゃ車を押せ。トミー、トミー、早くぞ。あれは何なんだよ、見たか？いや、見たよ。なんてこった。曲がれ、曲がるんだ。スクショ、みんな動けよ。何から逃げてるの？ここを抜けろ。やってるさ。うわうわ、来てるやん。ここは抜けられないって。ゾンビじゃね？バックしろ。後ろから来てる。その隙間だ。捕まれ。逃げ。おい、どうした。なんかクラッシュが多いって聞いてたんやけど、もしかして今クラッシュしてた一瞬。ねえ、起きて。戻れ、さら隠れろ。無事だよ。 F、 急げ。ナイス、トミー。パパ、ここだよ、サラ、ここだ。手を出して。いや、どうした？足が痛い。どのくらい？歩けない。逃げないとやばい。なんだよ。これで守ってくれ。頑張って。さあ、行くぞ。しっかり捕まれ。さあ、逃げるぞ。怖すぎ。サラ、目を閉じてろ。ジェミー、俺やば。 YouTube に一回俺動画上げてます、これ。パパだけを見てろ。2年ぐらい前に。やばいやばい、ちょっと待って。めっちゃ来てる。絶対逃げ出せる。安心しよう。トミー、置いてくな。
マジか。うわ、待って待って待って、ロシア通れ早く。うわ、来た。いやー、ミスった。ナイス。確か死んだぞ。ちくしょう。もうすぐだ、もうすぐで着く。フェンスを抜けてくるぞ。止まるな。ここを出る道を探せ。来い兄貴、急げ急げ。ハイウェイに行け。早く、サラがいるだろう。俺は追いつく。おじさん先に行ってるぞ、急げ。トミー、おじさん置いてかないで。あいつは大丈夫。逃げろ。近づいてきてる。ヤバチンコ。走れ。もう大丈夫だ、大丈夫。おい、助けてくれ、頼む。この子、足が折れたみたいで。動くな。分かった、俺たちは病気じゃない。区域外で民間人を発見、どうしますか。パパ、トミーおじさんは。まずはお前を安全なところまで連れていく。小さな女の子もいるんですよ。しかし了解。頼む、ひどい目にあったんだ。とりあえず、くそ。やめてくれ。まずい。サラ、サラ、手をどけて。大丈夫、大丈夫。辛すぎ。絶対に助かるから、しっかりするんだ、サラ。持ち上げるぞ。痛いか。辛すぎ。このシーンマジで。頑張ってくれ。頼む。大丈夫だ。大丈夫。サラ。泣いてるし。サラ。リアルなってるからやべ。ダメだ、ダメだ。頼む。そんなと言ってくれ。頼む。ダメだ。神様、神様、どうして。頼む、頼む。あ、時計この時点で割れてるんや、もう。ジョエル。やっぱ画質がさ全然違うから。これまでに200人以上の死亡が確認されています。感情移入も前よりできるね。知事は非常事態を宣言し、すごい数の死体が道路に並べられた。話知っててもうるっときたもん。 WHO 世界保健機構によるワクチンテストが失敗したとの情報が漏洩し、世界各地でパニックが広がっています。官僚が追放されたことで、ようやく市民保護のために必要な行動を。ついにロサンゼルス市でも初めて戒厳令が発令されました。すべての住民が72時間以内に指定の隔離地域。この冬、史上最低の配給量をきっかけとして発生した暴動が3日目を迎えました。ファイアフライと名乗るグループが今回の攻撃について犯行声明を発表しました。彼らの社会検証は政府組織のファイアフライね。抗議デモの責任者としてファイアフライのメンバーとされる6名が処刑されました。私たちと一緒に立ち上がりましょう。闇の中にいる時こそ光を探してください。ファイアフライです。それがファイアフライです。サマー、夏。ドゥルルルルンルルン、ドゥルルルルンルルンルンルン。20年後、ジョエルって結局何歳なんやろ。あんま知らねえけど、50ぐらいってこと。あの時30っぽかったし。ピッターフォローナイス、コージフォローナイス、テス。ご機嫌は。
飲む？ああ、いや、いらない。ウイスキーや。面白い情報があるの。どこにいたんだ？ウエストエンド地区よ。運ぶものがあったでしょ。二人でな。二人で運ぶはずだった。でもあなた、一人になりたいって言ってたじゃない。当ててやろうか。取引は失敗。客は薬を奪って逃げた。取引は無事に済んだわ。このカードで2ヶ月は食べていける。その傷はどうした？戻ってくる途中でバカな二人組にちょっとやられただけよ。何発か食らっちゃったけど、無事だからいいじゃない。よこせ。心配やねんな、ジョエル。今から二人組はどこだ？さあね。どこの奴らなんだ？ただのバカよ。問題はあいつらを雇ったのがロバートの野郎だったってこと。あのロバートか。こっちに感づいたのよ。捕まる前に殺そうってわけ。ずる賢い野郎だ。そうでもないわ。隠れ家がわかった。これテストジョエルってどういう仲なんやろうな。ミッションヒルの古い倉庫。今のところはだけどね。それで十分だ。行こう。ええ、いいわよ。恋人関係ではないんよな、多分。やっぱちょっと娘っぽく思ってんのかな、テスのこと。だって20年後やから、多分サラがさ、チェックポイント5はまだ大きなってたらこんぐらいやろ、多分。スキンシまで残り数時間だ。じゃあ急ぎましょう。だから一緒に行動してんのかな。あ、かわいい、この人。街の外での作業に選ばれたのよ。はい、開けろ。ビジネスパートナーよな。チピピスパじゃないっす。市民の皆さん、常に有効な身分証明書を携帯してください。本規則の遵守は全市民の義務です。あれ見て、配給の行列ができてる。物資が足りないのよ。おお、行列できてる。次は頭を打ち抜くぞ。これそうや、これ殺されんねんな、確か。近づきすぎたら。ああ、分かった。悪いことはしてない。感染者が増えたみたいね。外へ出るやつが増えたってことか。スキャンね。これでゾンビかどうか分かるんよ。しろ。感染してる。あら、まあ。感染してない。抑えてろ。やれ。油断するな。よし。毒か。嘘だろ。黙れ。幸運だと思え。感染の疑いがあれば当然だ。除染班を呼べ。よし、いいぞ。ああ、違う。ここに持ってこい。おい、偽物じゃないぞ。朝で行け。了解。はい、書類はちゃんと問題なく通れるはず。オッケー。冷静。よし、通過しろ。身分証明を。これを。要件は何だ？休暇だ。友人の訪問。よし、通っていいぞ。どうも。うわあ。急げ！ちょっと待って。あ、あれ、おい、体動かんくなったぞ。あ、こういうこと。あ、そういうことね。あ、俺が間違えてました。全市民は
チェックポイントの周囲から直ちに退避してください。誰もいないわ。非身体フォローナイス。キングダム。ちゃんと手当てして。あだ。7。7。治療キット装備。なんで7なん？ちょっと使いにくいやん。あ、4にしようかな。エペと一緒に。もう検問所は通れない。7か。使いにくい。外を回っていかないとダメ。壁の外。それともロバートを見逃す？秋山？おい、テス。あれを見たか？近くでね。東のトンネルはどう？大丈夫だ。さっき言ったよ。誰もいない。どこ行くんだ？ロバートに用なの。秋山？他に誰が？ああ、マーリンがロバートのことを探し回ってた。マーリン？ファイアフライがロバートに何のよ？秋山？俺が知るか。どんな情報をあげたの？何も、ロバートの居場所は知らん。よかった。ねえ、気をつけて。軍もじきに動くみたいよ。ああ、またな。マーリンがロバート、どういうこと？わからん。だがめっちゃロバート出てくるやん。見つけないと。こんな距離に秋山言わしたいん。もう言わんぞ。なんか変な白い線入ったの。着いたわ。よう、調子はどうだ？どこも物騒ね。埃の線がめっちゃ綺麗。静かだ。軍も感染者もいない。安心。ちょっと違和感あるけど。ああ、話聞いてなかった。殴んぞ、お前。ジョエル、手伝って。無茶はするなよ。すごいよな、今の光の線。光あれっと。ナイス。ああ、もうひどい状態ね。ここもきちんと管理してほしい。準備します。スペースか。荷物は前と同じ場所よ。かっけんよな、この銃の触り方が。弾が少ないな。全部当てればいいでしょ。マジ弾少ないよな。最高難易度リロード。じゃあ行きましょう。持ち上げて。いやいや、感度高いな。まあいいか。行こうよ。ではどうぞ。さあ。テス可愛いよな。セナタンバラナイス。気をつけろ。気をつけてる。そうだな。さてアイテム。あ、 F でどつきか。 OK。 ちょっと画面ざらついてるかな。綺麗。はしごはどこ？この近くにあったはずだ。はしごどこやったかな。はあ、しゃがみここね。了解。しゃがみおめっちゃ近くにあるやんけ。あったぞ。よし、持ってきて。お前見つけろよ。腹立つわ。レディーファーストだ。安全チェックしてこい。私のことじゃないわね。そんなことないさ。こっちよ。なんか出てきそう。
テムないんか。うわあった。こうやってもう物資はちゃんと見つけとかなね。あととマジ死ぬから降りましょう。ん、あれこれ再起動せな変わらんって書いてた。あれもしかして銃をどうしたと。死にたくなきゃ取ってあるさ。銃さえ取り戻せたら売るのは簡単よね。待って、報酬よ。なるほど。よしよしよし、来た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 。どこから入ってきたんだ。前はなかったのに。発生源がある。気をつけて。これを出してんのがクリッカーが出してんですね。犯人がいたぞ。比較的新しい。周囲を警戒してちょうだい。そう、感染が進むとなんかキノコみたいなの生えてくるのよね、体から。ここなら通れる。強化ゾンビになる。大丈夫？ああ、天井が落ちてきた。気をつけろ。落ち着け。クリシャイマ来たんか思った敵。気をつけるんだ。助け。マスクが壊れた。おい、人思いに殺してくれ。頼む。どうする？これ殺すか殺さへんか選べんねんな。殺してあげるか。じゃあな。行こう。さて。何もないな、特に。うわっ、来た。来たぞー。どうする。つかみ。え、オッケー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 。思い出してきた思い出してきた思い出してきた。おつまんぼ。バカな。2匹か。いや、バレずにいけるんかこれ。弾がもったいない。アイテムだけ漁っていきたい。回復も取れんのか。マジグラウンド物資なさすぎる。ライト反応しないのはいいですよね。反応せんよな、こいつら。人間は反応すんねんな、確か。これな、ここで走ったら多分バレる、あいつらに。ゆっくり移動しよう。メモ。もうちょっとのところでしくじっちまったな。今は壁の外から隔離地域を眺めながら、もうそこには入れないことを誘った。密売人たちを待っていたところに軍の奴らが現れて、俺たちはパニックって近くの建物に入った。方針に気づいた時にはもう遅かった。全員感染してしまった。もってあと数時間、長くても1日しかない。せめてその前に密売人たちが現れて、この手紙を託すことができることを祈っている。兄貴の言う通りにチャンスがある時に隔離地域に行くべきだが、もう達者でだ。マーク、都市に入ろうとして感染したのか。中ではみんな文句ばっかりだけど。どうも、マイマーク。待って、バレだ。大丈夫か。一旦大丈夫か。
いい空気ね。外の何が好きってこの空気。あの街の匂いは大嫌い。外の空気うまいよね。先に行って。これもしかしてパッドの方がやりやすいかな。入り口をお願い。分かった。どっちやろうかな。パッドかキーマウ。最悪、板が落ちてこれね。了解。はい、こっちよ、渡して。覚えてるわ。ちょっと重たいぞ。大丈夫だと思う。わかった。でこっち側戻るんや。サクサクいくよ、サクサク。パッドと今の違い分からん。パッドはゲームのコントローラー。近くに兵士がいないか調べてくれ。キーマウはキーボードマウス。大丈夫。あーごめんごめんごめん。テス閉めて。どう作った。ほんまにアイテムないか。ちゃんと見とかな、マジで。これねえ坊や、お坊や、外の様子を見てきて。兵士やロバートの部下がいないか。秋山？ケツしてんな、テス。やつは待ち構えてるぞ。その方が面白いじゃない。たまにマジ止まりそうなんな。おいテス、おいテス。元気にしてるかい。今はやめてください。いやいやいや、構わないよ。カードがある。後でいい。分かった、そうするよ。だから怒らないで。なあこいつ。ヤンキーや。なあお前。じゃあ誰かい。テス、久しぶりだな。最近来てないじゃないか。テス、モテモテやな。これ温泉によくある。あれは誰。お前には関係ない。サウナ入った後の外気浴で俺この椅子使ってるわ。ブレイキングダウンしてる。どこに行くつもりだ。マリック座りなさい。ああすまないテス、君の連れだったのか。どうぞ。マリックお座り。殴るぞ。誰だ。頭痛の種聞かないで。ん？ファックディス。クソくらい。労働可能の住民として隔離地域の保全に関する業務への参加を任命します。6時半に軍管理ステーションへ出頭願います。朝早すぎやろ。6ヶ月以内に活動に参加しない場合は、証拠を持参すれば参加が免除されます。医療的な問題により参加できない場合には、医療機関から発行された証明書、市民権を剥奪しますとか書いてる。ロバートを探してる。秋山？ここを通った。30分前な、ハート場に戻った。今もそこだ。ボビーオロゴンみたいなちょっと顔してない。若き頃のボビーオロゴンって感じしたな。来たねえ戦いが。やれやれ。
通して。命が惜しいなら回れ右してとっとと帰りな。あなたたちに用はないの。ロバートを渡して面倒は嫌でしょ。早く後ろ向いてどっかへ失せろ。いなくなってほしければロバートを渡しなさい。おい、早くここから出ていかねえとお前のその頭かち割っちまうぞ。あら、そう。あら、隠れろ。準備いい？オッケー。援護する。脇から攻めて。了解。あぶ、お前ら戦い方がなってねえわ。頭出てるよ。すごいわ。え、頭出してみろ。ダーボ殺すぜ。待て、俺どんだけ食らっとうかわからんのこれ。ナイスです、やれ。マジでマジで、あ、うん、俺めっちゃ弱い、俺めっちゃ弱い。3発で死ぬ。了解。俺めっちゃ弱い。これ回復わからんのや。へえ、ぶち殺しちゃんねんこいつ。最高難易度ってどんぐらい食らっとうかわからんのね。えぐすぎん、うん、この状態は危険。いい腕。こっち見たときやっぱ危険やね。この状態は殺せそうな。おい、テスやれ。もうやれ、こいつこっち見てるから。ザコ、これでも武器取れんの。うわ、頭リアル。俺のヘッショ炸裂してるわ。どうやってこいつらを集めたんだ。そういうことだけはロバート得意だからね。そうか、ではゴロ付きのボスね、ロバート。手を貸して。はい。ちょっとやばいな、時間。仕事行かなあかんねんけど、もうすぐ。やべえ、とっとと全員ぶち殺すか。多分もうとっとと全員ぶち殺していかな間に合わん、俺仕事に。まずいまずい。頭引っかかんだ。ロバートの部下よ。了解。ああ、嫌がる。あいつらが来るだと。テスを消しに行った二人が殺された。テスとジョエルは間違いなくロバートを狙ってここに来る。まったく、引き受けるんじゃなかった。しょうがない、警戒して。秒で殺していくぞ。ないようにしよう。ナイス。ナイス。こいつ武器落とさんの。くそ、こいつ。え、白、めっちゃ白目向いてる。おもろ、お前の顔面。動いて。そこそこ。どげどげ、おら、どげ。さっき話そうとしたのは冗談通りでのことだ。市民を5人ほど連れて兵士たちが現れたんだ。全員手錠をかけてな。それはどうやってやんねん、ファイヤーフライだろ。そう、彼らを壁の前に並べてバンバンバン。ここだ。間違えた。はあ、走っちゃった走っちゃった。でもまだバレてない。援護してくれ。テス、お前そこを、ま、守れよ。まだ音に気づかれただけやから全然いける。ちょ、お前何してんねん。あれ、ボケなす。ボケ。よしよしよし、ダメージは食らってません。ボケかす、こらゴミ。ボケかす、ハゲ。うん、カウンター。ふん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 。よし、テスカバー、テスカバー。あと一人か。どこや、あれ、あと一人ハゲおったよな。見つけたぞ。殺すぞお前。テスカバー、顔出してみろお前。へっ、
待って、誰こいつ誰これ向き変えれんかったっけ。どこ行った。ちょっと待って、あか、操作分からへん。パッドの方がいいかな。あ、これ右持ち左持ち変えれんかったっけ。忘れた。ちょっとキーマンに変えよう。どこ行った。あれあれ、もう一人のやつどこ行った。あれ絶対どっかにおんねん。おった。拳で鍵ゲット。じゃあ探しましょう。了解。やべ、サクッといかな。仕事遅刻する。おい、南の倉庫の木箱を整理するぞ。物資が入ってるやつだ。ああ、全秒殺していこう。終わったら出発しよう。もうじき外出禁止だ。ロバートはどうした。秋山、今夜の警備は誰だ。奴は一人で寝るのを怖がってるぞ。さあな、他の奴らと会って考えよう。ああ、1 3人か、よし。なんでバレんねん。結構音敏感やな、こいつら。ぶち殺すぞ。ああ、マジ！ほい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 ！はい！ほい！はい！よし。いや、一発食らっちゃった。それどこや？ビーンあったらもうボコボコにできっからな、このゲーム。と一人。なるほど、倉庫の方におんのね。マジ聞き耳ないのがだいぶきついのよな。いや、おりそう。頼む、カバー頼むぞ。あいつ来た。ハッキュメン、やったね。あと一匹もら。
さようなら。お、止まる一発持ってるやん、お前。もっと人手がいるわ。帰って邪魔になる。え、何これ。ええ、そうね。え、なんか新しい武器。鳩場はこっち。ナイフなんや、これ。もうナイフ一本持ってる。よしよし、回復でかい。なるほど。さあ、今19分ね。53時。やばいぞ。あー、5分でこいつら倒せるかな。結構出てくる気すんねんな、ここ。なんか。さあ、サクッといくぞ。あそこにいるわ。ちょおるやんけ、秋山。気取ったクズ。トゥワイス推しフォローナイス。さっさと終わらせよう。あの二人組からやろう。下手に動かないで。しばらく荷物が届いてないな。ああ、まず北からの連絡が途絶えた。一人ずつやってた方がいいな。南からの連絡だ。もう商品なんてどこにもねえよ。だから俺たちも護衛なんてやってるんですね。ロバートの野郎め、約束は守るだろうな。あいつからやりてえな。それでどうなるんだ。この地域はもう終わりだ。外に出ることを考えようぜ。正気か。外に出るのは自殺行為だ。他の運び屋はそうしてるぞ。マジか。それより物資がなくなったらどうなると思う。俺はそれでも残るよ。さあ、このおっさんからやるか。一体なんだ。どこ行った。くそ、あいつどこ行った。まずい。これはまずい。これやばい。仕事遅れる。遅刻や。やっぱ回復したいな。回復7か。だる。援護しろ。行くぞ。ボケこれ。援護しろ。前進する。援護してやる。ボケくれ。ボケくれ。ボケくれ。あとどこ。あ、全滅。うわ、おった。こっちだ。お前もか、殺しちゃら。やべ、あと3分や。そ、こっちには時間がないっていうのに。まず、一旦立て直し、一旦立て直し。あいつら向こう向いた。そっちにいるか。いないぞ。おい、呼ばれ。さすがに上がれんのか。二人かな。おい、選択肢は二つしかない。どんな選択肢かな。教えてくれるかな、おっちゃん。まずい。これまずい。
死ぬ。まずい、弾がねえ。あったわ。マンジパンチ。やるわね、ジョエル。ロバートはあのオフィスにいるはずだわ。アイテム急いで取れ、アイテム急いで取れ。何か、レッツゴー。おい秋山こら、失せるこの野郎。話があるのよロバート。お前に話すことなんか何もないぞ。銃を下ろして。消え失せる。はいぶち殺す、はいぶち殺す。ロバート、ジョエル、こっちよ。レッ、待てこれ。あと少しよ。どこ、どこ行ったお前。はい、当てや。あらロバート。ヘス、ジョエル、悪気はなかった。もちろんよ。殺しちまえ。よし。いやー、すね痛いぞ今の。なあ、お前が聞いたのは全部デタラメなんだ。俺はただ。銃はどこにあるのか言って。ああ、わかった。でもややこしいんだ。待て、まずは話を聞いてくれ。ケンプ。ああ。くそ。ああ、わかった。やめろ、やめろ、やめろ。え、おるん。わめかないで。続けて。撃っちまった。何ですって。仕方なかった、借りがあったんだ。こっちにもよ、判断を誤ったわね。少し時間をくれ、一週間でいい。私を殺そうとしたくせに今さらバカ言わないで。殺そう、誰に撃ったの。ファイアフライ。誰や。言えねえ、二三日くれれば。誰に撃ったか言いなさい。秋山。ファイアフライだ。やはり。奴らに借りがあった。は？なあ、奴らは軍と揉めてる。今すぐ乗り込んでぶっ殺して銃を奪おう。どうだ。おいおい。ファイアフライなんてクソだぜ。やっちまうわ。ほんとバカなやつね。秋山で、どうする。銃を取り返す。どうやって。さあね、説得するとか。とにかくファイアフライを探すの。ここにいるわよ、マーリン。早速2にも出てくるっけ、マーリン。なんで、あ、出てこんわ。ビジネスよ。痛そうじゃない。ロバートは死んだ。なるほど、そういうことね。彼が渡した銃は彼のじゃないのよ。返してちょうだい。そうはいかない。返してもらうわ。金は払った。武器を渡すなら見返りがいる。カード何枚欲しいの。配給カードなんていらない。運んで欲しいものがあるの。うまくいけば銃は返してあげる。それでどう、エリちゃん。銃はどこにある。軍の奴らにだいぶやられたと聞いてるわ。疑ってるのね。見せてあげる。あらまあ、どうする。まず銃を見ましょう。じゃあ来て。よし、脱出するわよ。さあ、ラストオブアス。取引した。
よし。回り道がある。オッケー。大丈夫かよ、マーリン。お前。しょうがギターの音だけでもそう分かる気がする。わーお。あの爆発、あなたの仲間、その残りに少ないからあなたを頼る。こっちよ。レッツゴー。なぜ今なんだ。おとなしくしてた。町を出ようとしてた。でも軍は見せしめがいる。だから私たちを狙った。そうみたいだな。すげえや。オッケーオッケー、ちょっとマシになった気がする。大丈夫かいな。あ、ごめん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 。ジョエル、手を貸して。あ、ごめん、あれ、どうやってやんの。 YouTube、明日多分あげる。あれ、どうすんの。京介、初見です、はじめまして、ね、よろしくお願いします。あれ、なんとか。嘘つけ。俺の友達のフリしょったやつや。じゃあアイテムないっすか。待って、兵士いるね。あれが出口、橋の下の扉。楽しい状況ではないな。こっそり抜け出しましょう。気が進まないかもしれないけど、やってみましょう。行くわよ。レッツゴー。あのドアまで行くわよ。バレそう。全然バレんわ。来るぞ。3匹かな。でも中におりそうやな、いっぱい。レンガさあ、全部ち殺していくぞ。うわっ、くそ。静かに、足だ。聞いたか、投げるタイミングミスだ。いや、こいつこっちから来るかな。ネズミか何かだろう。あれ、全然探さへんやん、こいつ。なんやねん、お前。ちこいつなんなん。こいつこっち向いてるから、こっちのやつやれるわ。いけるかな。ちょ、なんでバレんのや。どけゴミ。待て、こっち来い、ボイ。死ね。こいつら全員ボンズなん。あれ、なんでこいつら。あ、死ね。オッケー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 。本気です本気です本気です。カズマスパじゃないです。これなんかあれか、バグなんかな。このこれ乗り越えた音バレんねんけど。そんなバレとったらもう全然ステルスなんかできんぞ。さあ本気出しまーす。なんでバレるんやこれで。バフ？ちょ待って、もう一回だけ実験させてこれ。いや、やっぱバレるんかこれで。え、そんなここもバレるんじゃない？え、どないしよう。
なんでバレるんや。やっぱ段差の音なんかな。あ、ナイスナイスナイス。わかった、降参する。うん、ファッキューメン。よし、静か。難易度高いからかな。なんでこいつら全員坊主なん。クローズに出てきたやつらみたいな。気をつけて。オッケー。いや、降りそう。いや、びっくりした、お前かい。今日はやたらといるわね。いけるね。よし。お、ファッキュ。宝泉軍団、なんかそんな名前で気にする。よし。クローズね、クローズ。なんでみんな坊主なん。あ、ぶんだ。バレた。やれ。やられた。この調子よ。畜生あの野郎。結構たま2発死ぬんやな。左よ。お前ら、お前ら働けマジで。どこや。マジ残り。お前ら何してんねん。お前ほんまにならばい。なっ、久しぶりやからプレイが雑いぞ俺。お、こういうフローやられてるやん。なんてこと、ウォレンが。ウォレン、どんまい。さようなら。さようなら。行こうマーリン。行くぞ。まだ兵士がいるぞ。そうね、行きましょう。もう遠くないわ。やっぱラスアスは神ゲーよ。いいから入って。よし。どこに行くのマーリン。大丈夫マジで。こっちよ。そう、ラスアス1やるのはそう2年、1、2年ぶりぐらい。明日学校に YouTube 出たら楽しみにしてます。ゴリさん頑張れ、ありがとう。学校ファイツ。フラフラだけど。でも大丈夫。このすぐ先よ。OK。市民の皆さん、外出禁止時刻になりました。正式な許可なく屋外にいる者は直ちに逮捕され起訴されます。大丈夫か。ああ。何を運ばせたい。見せてあげる。アイテムないか。市民の皆さん、外出禁止時刻になりました。正式な許可なく屋外者は直ちに逮捕され起訴されます。マウスホイールの押し込み。大丈夫？ジュエル、手を貸して。もうええのに俺が開けるから。おいおい、どうした？立てよ。ちょっと、やめなさい。エリちゃん、随分と若いメンバーだな。メンバーじゃないわ。嘘、どうしたの。大丈夫、直せるから。ガイドよ、私はいけないの。私も行かない。エリー、最後のチャンスなの。うわー、エリー、運ぶってこの子か。ファイアフライがいる州の議事堂まで。そんな遠くまで。でもできるでしょ。戻ったら買った武器は全部返す。倍にして返してあげる。その武器は一体どこなの。キャンプにある。この目で見るまでは何もしないわ。じゃあついてきて。武器を見てる間私は治療する。ハンジの声、確かに危険なの。ライオンフォローナイス。ジョエルがついててあげて。おい、勝手なこと言わせない。エリー、
信用できる。弟のトミーを知ってるの。困った時は兄貴を頼れって言ってた。あいつはファイアフライから去ったぞ。あんたからもね。いい人だった。ねえ、あの子と北トンネルに行って待ってて。勘弁しろよ。運ぶだけじゃない。話は終わり。あなたは大丈夫。さあ行って。急ぐんだぞ。お前はついてこい。行くぞ。エリちゃん、またこの二人のコンビが見れるとはね。うわー、エリちゃん、行くぞ。